はい、どうもんちゃー、ササヤンです。本日のニュースをついていきましょう。今回ですね、1週間前に中国共産党員195万人分の個人情報が流出したというね、ホットなニュースがございましたけれども、その195万人の中にですね、雇用先として上海にある日系企業が多数含まれておりました。つまりですね、共産党員を日系企業は雇用していたというお話にございます。なので今回ですね、その日系企業ね、今分かってる中で38社あるんですけども、それをね、全部公開しますんで、とんでもない暴露スクープなのかな、ちょっとよく分かりませんけどね、暴露企画になっておりますので、よろしくお願いいたします。でもね、初めに言っちゃいますけれどもね、僕の古巣の NTT もございました。いや、笑い事じゃないんですけども、中国の上海オフィスだと思われるのでね、致し方ない部分もあるんですけど、でも言うてもですよ、日本で一番でかい通信会社の現地法人に共産党員があちこちでバッコしていたならばですね、これは結構やばい話だと思いますし、それ以外にもですね、超有名なあの財閥グループから、やっぱりかよというね、あの家電メーカーまで、もう目白押しでございますのでね、ぜひ皆さん最後までお付き合いください。それからですね、この、情報はですね、洗った情報は、僕がいつもお世話になっているアジア新聞チャンネルさんが一人で孤独にですね、データベースを洗ってる最中ですので、彼の心が折れないうちにですね、皆さん協力して、その日系企業のリストをより精度の高いものにですね、仕上げようではありませんかというような趣旨の呼びかけも後半予定しておりますのでね、最後までどうかご視聴いただければと思います。ではですね、その日系企業の会社読み上げる前に、事の発端となった195万人のデータベース流出、その記事をですね、復習も含めて読んでいきましょうか。J キャストニュースより、見出しがですね、在韓高官、ボーイング、ファイザーにも中国共産党の党員リスト DB 流出で波紋ということで、早速本文の方読んでいきましょう。中国共産党員の名簿だとされるデータベースが流出したとして、その内容をめぐり波紋が広がっている。流出したのは9200万人程度と言われている党員のうちの約195万人分。リストは7万9000ほどの支部ごとに分割され、その多くが個別の企業や団体と結びついているという。その中には防衛産業や情報通信産業など、各国の安全保障に関連する企業や、各国が上海に開設した総領事館も多数含まれている。こういった組織に中国共産党員が勤務することで、機密保持などの面で問題が生じる可能性が指摘されている。データベースの存在は2020年12月13日から14日にかけて相次いで報じられた。2016年4月に反体制派がサーバーから抜き出したとみられ、18カ国の国会議員らで作る対中政策に関する列国議会連盟、IPAC に持ち込まれた。IPAC には日本から自民党の中谷元、この方は防衛大臣ですね。元防衛大臣の方ですよね。それから、国民民主党の山尾志織議員が参加している。ってことは、中谷さんと山尾さんはですね、このことに関して結構詳しいんでしょうかね。どこまで詳しいのかわかりませんけれども。そして、この IPAC が12月13日に出した声明で、IPAC の代表者は政府以外の情報源からリストを受け取ったが、それを検証する立場にはないため、専門家に提供した。記者たちは検証作業を行い、そこから判明したのは実に憂慮すべき内容だったと説明。情報は9月中旬に、ゴー・オーストラリアン氏、それから、A 大衆紙、デイリーメールの日曜版、メールオンサンデー、それから、ベルギーのデ・スタンダード紙、スウェーデンの記者らに提供され、それぞれ内容を検証し報じた。オーストラリアン紙やメールオンサンデーによると、データベースに含まれていたのは、党内の地位、民族、生年月日など、電話番号が書かれている人もいた。63% が男性で、99% が漢族だった。支部ごとに見ると、上海にある少なくても10の総領事館が中国政府が運営する。ちょっとこれね、読んでゾッとしましたけどね。もう一回読んでいきましょうか。上海にある総領事館が中国政府が運営する人材派遣会社を通じて、共産党員を政府関連の上級専門家や経済顧問として雇用。いや、これ中国政府やる気満々じゃないですか。鬼滅の刃風にはですね、チュンの呼吸一の方、派遣侵入って感じでしょうかね。で、さらにですね、民間企業も多数登場する。ボーイング272名、ヒューレットパッケード390名、A 銀行の HSBC 345名、製薬会社アストラゼネカ54名、ファイザー関連会社69名といった具合だ。ボーイング社は戦闘機、ヒューレットパッカードは情報通信機器、アストラゼネカとファイザーは新型コロナのワクチン製造、安全保障と密接にリンクする分野だ。
いや、本当ですよね。特にこのアストラゼネカとファイザーは知的財産の塊、新型コロナのワクチンのメーカーですよ。多分、天文学的な開発費を投入してですね、ワクチン開発をしていたんだろうことは、まあ、誰にでもね、想像できるわけですが、そんなワクチンの製造ノウハウが場合によっては中国にただ同然で漏れちゃう可能性も出てきてくると。これもね、あくまでも可能性なんでね、漏れたとかっていう断定ではないんですけどね。いや、ちょっとね、恐ろしいってあらしないですよね。で、両氏は党員リストに名前があった人が中国政府のためにスパイ活動を行ったという証拠はないなどと前置きする一方、オーストラリアン氏はある情報証拠の話として、外国大使館や総領事館で働くことが許される共産党員はいかなる人であっても潜在的なスパイだと指摘。メールオンサンデーも安全保障上のリスクが起きるとしている。ただ、オーストラリアン氏がリストに載っていた人に接触したところ、なぜ名前や電話番号がリストに載っていたのかわからないと話す人や、共産党員であったことを否定する人もいたという、リストの正確性をめぐる検証がさらに必要になりそうだ。おしまい。ということで。いや、まあ、それはまあ、そうなんですよね。そんなリストに名前が載っていたからといってですね。はい、そうです。私は変なおじさんです。違った、私が共産党員ですなんてバカ真面目に答える人もいなかろうにと軽く突っ込んでおきましてですね、ここから先はですね、その流出した195万人のデータベースを利用して日系企業にどれくらい、まあスパイとまでは言いませんが、どれくらい共産党員が就職していたのか雇用されていたのかというのをですね、アジア新聞チャンネルさんがゴシゴシとね、洗濯板で洗ってくれましたのでね。ただね、彼ワンオペでやってるってことなんで、まだ全部調べきれてないっていうことなんで、今回は、そのアジア新聞さんが12月20日までにこの、ね、洗い出した企業名38社を紹介いたします。で、アジア新聞さんのこのブログにですね、調査済みの約3500人分のですね CSV というデータが、ございましてね、そのデータを拝借して僕がオリジナルで起こしたグラフがこれです。ドン。このグラフは共産党員30人以上現地で雇用したと思われる企業を多い順に並べたグラフです。ちょっと上から読み上げてみましょうかね。三菱108人、日立566、パナソニック271、三井250、ダイキン204、コイト145、シャープ126、リコー121、ミズホ112、川崎95、サントリー75、富士ゼロックス66、電通49、富士電機46、ジジ45、NTT 34、東芝34、富士通ゼネラル33人ということでございます。その他ですね、30人未満の企業もございますので、ちょっとね、名前だけ挙げていきましょうか。エーザイ、日清、トヨタ、昭和、帝人、明治、日本電機 NEC、ヤマハ、ダイワ、ナブテスコ、佐川、日産、ニプロ、伊藤忠、日本泉州、小賀電機、ヤマト運輸、大正製薬、味の素、安川電機、以上、合計雇用数3516名でした。いやー、マジですか。特に日本のね、軍事を担ってそうな三菱、川崎、日立、NEC とか、ちょっと心配になりますよね。で、アジア新聞さんご本人に聞いたんですけどもね、とりあえず195万件をですね、洗うのが大変なんで、皆さんのね、視聴者さんの手を借りて、どっか怪しい企業があったらですね、思い浮かぶ企業があったらそれを調べるので、企業名をピックアップしてあげてくれませんかとのことでした。企業名をアジア新聞さんに届けると、それを調べて、このね、195万のデータベースと照合して、リストに追加して、この暴露データベースというべきね、リストに、追加していって精度を高めていくという仕組みでございます。別にね、先般企業のリストを作りたいとかそういうわけじゃなくてね、純粋にですね、この企業はこれだけ共産党員を現地で抱えているんですから気をつけてくださいねというね、そういった啓蒙活動の一環ですからと。なので、僕をご覧の皆さんもですね、お暇であればですね、ちょっとだけ手を貸してくださいということでございます。でですね、注意点が3つほどございます。まず1つ目なんですけれども、この流出データ JCAST の記事にもありましたが、2016年4月に共産党のサーバーからね、反体制派が抜いたということなので、4年ほど古いんですよね。それが大前提なので、あくまでも最新の情報ではなくて、4年前の過去を洗うということになります。それから、二つ目なんですけども、195万人というこの数はですね、中国共産党員のわずか 2% です。しかも、このデータはですね、どうやら上海付近に在住している共産党員ということなので、まあ、北京だとかっていうのは含まれてないんですよね。そして、三つ目、皆さんが企業名を思いつくのはいいんですけども、できればですね、企業名を中国語のですね、簡体字に変換して送ってほしいとのことです。中国にはですね、2種類ありまして、簡体字とそれから繁体字もあるんですけども、この繁体字の方は香港、台湾が主流でして、この中国の、ね、大陸系の方は、
簡体字だそうです。でね、企業名を挙げる前に変換して送ってくれると大変助かりますということなんですけどもね。で、簡体字のね、翻訳サイトもあるので、そちらを使ってもいいんですけども、ちょっとね、僕使ってみたんですけども、制裁が書く部分があるのでね、全部ね、漢字名だといいんですけれども、カタカナだとかですね、やっぱアルファベットだと、ちょっとね、うまく変換できないんですよね。なので、場合によってはですね、中国法人を抱えている企業のね、ホームページからそのまま、その中国名を抜き取った方が早いかもしれないです。例えばですね、伊藤洋華堂というのはですね、これもうカタカナで伊藤洋華堂になってるわけですから、それをですね、この変換のね、そのウェブサイトに、こう、翻訳サイトに入れてもですね、どうにもね、変換してくれないわけでしてね。で、その伊藤洋華堂をウェブページからですね、中国版のウェブページから抜き取ったのがですね、この字なんですよね、ボン。はい。ということで、まあね、日本語名とそれから、簡体字名ですか、こちらをですね、併記して、送ってあげた方がいいかもしれないですよね。うん。でね、送り先なんですけども、アジア新聞さんの YouTube の動画コメ欄、もしくはですね、ブログのコメ欄、あとね、Twitter もやってる方なので、引用リツイートでですね、送っても OK かもしれません。それぞれ対象の URL をですね、概要欄に貼りましたので、ぜひこんな感じで、ですね、伊藤洋華堂イコール、このね、簡体字の伊藤洋華堂みたいな形ですね、日本名と簡体字、並列で投稿してみてください。あとですね、これ、アジア新聞さんのブログにも書かれていたんですけどもね、NHK などね、ちょっと調べたんだけど、見つかりませんでしたっていう企業もあるので、それらもですね、そのブログの中にリストアップされていますので、よかったらそちらの方もチェックしてみてください。ということで、今日は終始ですね、他人のふんどしで相撲を取ってるような感じもするんですけどもね。ただ、こういうのはですね、スピード勝負ですからね、誰かがやる前に、先頭切って精度の高いやつを作りましたってやった方が、これね、アジア新聞さんの影響力もね、今後高まるかと思うんでね、ただ乗り企画と言われないようにですね、私、広報をさせていただきました。さて、本日もですね、話がだいぶ長くなりましたので、最後はほっこり、いや、ほんわかとした謎かけで締めていきたいと思います。流出したブラックリストとかけまして、隣のトトロと解きます。その心は、真っ黒クロスケ、出ておいでお後がよろしいようでして。そういえば、宮崎アニメのね、千と千尋の神隠し、あれが今までの映画興行収入第1位だったかと思うんですけどもね、鬼滅の刃はもう抜いちゃったんでしょうかね。なんか、抜くとか抜かないとか、そんなことがね、先週あたりざわついておりましたけども。まあでも、こんな不景気でもですね、ウハウハできる映画界がなんとも羨ましいことでありますけども、本日も面白かったよ、ためになったりとかですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ささやんでした。